いやさ、今日ちょっと、うん、ま、あこうやって来てもらってんけど、あの、1月19日、まあ、金曜日から、19時から、まあ、ま、はい、海外ライフって YouTube チャンネル、ま、あスタートするんだけど、あの、ぶっちゃけ、あの、海外ライフって何なん海外ライフ面白んの知らんめっちゃ有名やん。え、何なんえ、X で超、あれやで、ね、巷で、ほんと有名になってるよ。え、な何え 俺よりも、海外ライフって。海外ライフ海外ライフあるでしょ。あ、お前、お前があのラーメン食ってるやつかちゃうよ。海ララーメンっての名前ちゃうの。海外ライフあるでしょ。やっぱ、背中が痒いから海外ライフじゃないの。あ、そういう、あ、そういう YouTube チャンネル。海外、海外じゃないの。あ、そういう YouTube チャンネルなの。でも、ずっと書いてるわけにいかないよね。あでも、でも俺、そう思ってんよ。 かゆ、うん、いかいだからなんかどっかがかゆいからかゆ、うん、いかゆいところを書いてる動画をずっとひたすら流すんかなと思ったん、うん、あそういうチャンネルなのいや分かんない。でも俺見たの、うん、文字を見たらね怪しいっていう字二つついてんねん。あ,あそうや。俺も全,全,、うん、全く意味分からん。ってっきり買い買い、ね「かいかい」のカタカナで「かいかい」かな思ったん、うん そしたら、怪しい2つ書いてる。それは、何なんですだから、あれじゃないやっぱり、普通に考えたら、ホラーでいくと思うでへぇ。かい。だって、怪しい2つでしょうん。でも、誰が立ち上げてんのか分かんない、俺も。あ、そんな。俺もよう分からんね。なんか、始まるっていうから。でも、なんか、 何のチャンネルやねんとずっと思ってた。でも、なんかあれやで。海外ライフやるやつ、ちょっと頭いかれてるやつっぽいよ。あ、マジであ、俺は、俺は結構。相当、相当いかれてるやつっぽいよ。いや、俺結構すごいなんか、優秀なやつってってる。そうらしいよ。俺は、あの、決まったの話では、いかれたやつがやるって言ってた。へー。俺はね、海外ライフってあれだもん。か 多分かい、回、うん、回ライフって別にそのタイトルには意味がなくて、うん、ひたすらあの、1時間ぐらいなんだけど、うん、あやとりをひたすらしてるチャンネルで、それの毎日更新。だってかみんな、ね、そんな。一 1>, <laughs> 1時間、<laughs> 毎、毎ぐ毎日更新。めっちゃもう辛いやんけ、それ。もう、病んでるやんけ。いや、でもそういうチャンネルと思うねな。うん だからなんか結局タイトルに引っ張られて想像して、うん、いやなんやねんと思うけど。怪物の怪じゃない怪物の怪怪物の怪なんうん。怪物を探しに行くんじゃないどこちゃう、うんどこに心霊スポット心霊スポット。心霊スポットはいかんや。心霊スポットでも、あ,<っ>あ、でもね、聞いた話だと、うん、YouTube、 やろうとしてる人ね、うん、心霊スポット大好きみたいなね、うんもう。行きたい行きたいって言って。うん、それのために立ち上げる。あ、あその開会だ、立ち上げるやつ。立ち上げる。うん。あ、そいつはね、開会、あ、YouTube。<laughs> 心霊スポットがなんか、多分ぶんだめだと思うね。あ,のあと俺,俺聞いた感じです、心霊スポット大好き。 むしろ心霊スポットで毎日生配信やりたいとこ言ってたね。いや、そいつはあかんと思う。あの、心霊スポットはもう全然平気らしいんだけど、な、うんぼでも行けるらしいよ。うん、あの、深夜だろうがなんだろうが、うん、どんなとこでも一人でも行けるらしいんだけど。なんか、だから逆に、だから逆に面白くないんだろうね、その視聴者的には。ただ心霊スポットで、普通の、うん、人と同じようなことはしないって聞いたで俺る心霊スポット でもうひたすらあの幽霊の笑い声が聞こえるまでボケまくるだし、えー、一発ギャグ一発ギャグ、えー、でフ,フフフっていう音声が取れるまでずっとやり続けるでもそいつあんま守らないからあの怒るんちゃう <laughs> 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 幽霊怒るんちゃうかでバキタ持っていってまあ真っ赤になったらいいよね本当に 光ればね、これ、バケタンあるんだけどね、これ。うん、あの、怒った場合、本当に真っ赤になると思う。うん、で、多分、笑って、なんか、その、幽霊の気持ちが安らいだときは、うん、本当に、精霊の青い光だったかな、に光れば。うん、だから、青く光ったら、あ、受けた。幽霊に受けた。 赤く光ったら、あ怒らせてもタたっていう判断をするらしいで。じゃあ、これずっと毎回真っ赤かかた分怒らせんのうん。そいつ。俺って言わんかったっけ、さっき。そいつおもろないか。さっき俺って言わんかったっけ。そいつおもろないよ。海外ライフやるやつ面白くない。うん。そうなの海外ライフは一体、 俺に再会,会ライフってどうなのって聞いてるけど、俺も詳しくは知らないんだよ。うん、あ、そうなの噂でしか知らなかった。俺は全くわからん。全くわからんの全くわからん。それが1月19日に始まるって言うらしいんだけど、それが何なのかが全くわからんくて、今、だから困ってて、お前にちょっとつないだけど。でも、わからんかったらもうほっとけばいいんじゃないいや、でも、ほっとかれない。 気になるのうん。海ライフのこと考えたら。多分、海外ライフのこと考えたら、あれでしょ、うん、夜も眠れなくて、そう。あの、夢の中で海会ライフって一体なんだろうって考えてる自分が出て、うん、そして、それを、あのー、横で見ている女性幽霊立ってるんよね。うん、で、夢の中で海会ライフでって何だろうってうなされている、あのー、そういう、お前は、 その女性幽霊に話しかけられんねん。さらにその女性幽霊はお前に語りかける言葉って、開会ライフって何ですかって、さらにお誘致をかけるように話しかけられてる悪夢を見てるんじゃない全然意味わからん。おいわ <laughs> からんかい <laughs> <laughs> 全然意味わからん。わからないかい <laughs> マジで何やろほんま、海外ライフ。 めっちゃめっちゃイラつくで、海外ライフ。俺、イラつくないよ、海外ライフ。わけ分からんすぎて。海外、うん、ライフ、ああ Google で検,検索したらいいやん。でも、ちょっと思ったのは、たぶんなんか、うん、子猫かなんかをいつも可愛がってるチャンネルだと思うんだよ、ね。なんか、そういう癒し系のチャンネルだと思う。それはないな。すっごい癒される、毎日。 だって今こういう殺伐としている中で、そういうチャンネルって絶対必要だと思うんだよね。でも多分ね、すでにあるよ、それは。猫、猫の YouTube もいっぱいあるよ。でも、そういうのもっと増やした方がいいと思う。でも、うん、あ、いい方法、いいのは、これか、海外ライフがもしそうやるんだったら俺、いいなと思うまあ、猫ってあったけど、 犬の、ペットの犬と一緒に心霊スポット行くっていうユーチューバーの人いる。いそんなのいるよね、うんうん。お前は、お前だね。お前。<laughs> <laughs> <laughs> その、開会ライブに立ち上げる人は、<笑><笑>あれだよ。猫と一緒に心霊スポット巡りしたんだいやそんな、うん、いやでも、いやよくこれあるんだけど、うん、幽霊とかそういう悪いのって、 弱い人を弱い、まあ、生き物だって、うん、ペットだったりそういうのに行っちゃうんだって。うん、だからそこでやっぱり猫がひどい目に遭うと、まあ、ちょっとかわいそう。うん、そんなかわいそうと大丈夫だもんね、猫。まあでも、うん、そいつは心霊スポットはいかないらしいから。本当。うん、相当心霊スポット怖がってるっぽい。いやそいつはめっちゃ平気らしい。本当。だから だからもう、<あ>逆にやっぱも<へ>面白くない。平気すぎて、怖がらないから面白くないか、うんか。そうあれやっぱ、あそこ行ってみんな怖がるから、うんうん、だってバラエティーのあのー、c n スポット巡るやつだって、うん、よくアイドルとか連れていくやんか。うん、で、アイドルとかがキャー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 言うから面白いんであって、うん、アイドルが私全然平気ですって歩いてたら全然面白くない。で、その大会ライフの配信するやつは、全く。 なんかもうこの世の中に怖いもんが一切ないって言ってるからすごいねうん何も怖くないらしいうん唯一本当に気になってしょうがないっていうのは開会ライフってなんなんってことだけあ今そいつがあうん開会ライフなんでやんってうんお前が疑問に思ってるんじゃなくてそいつが思ってんのあ俺が思もいや俺が思ってる <laughs> 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 ややこしいことになってる俺 <laughs> <laughs> が思っちゃうねん。そいつがって言ったから、そ,そいつが思ってるって言ったから。なんかお,お前が、お前が開会<う>、海外ライフってなんなんかなと思ってるけど、海外ライフってなんなんって俺が言ったんやけど、なんかいつからか。 そいつが <laughs> <laughs> なんか俺じゃいない、ね、俺,じゃ俺じゃないそいつが現れてきたからやるこしれない、うん。じゃあお,お前はそいつっていうか、スカ,イカイライフをたつね、これから配信する創設者の YouTuber の、うんまあ、気持ちになってるわけやね、たぶんね、まあ。かもしれないな。あ、か気持ちになって、あっ、表示されてるかもしれない。それがじゃあ俺が,俺が最初、カイ,カイライフって何なんて考えすぎたがために、 一視聴者として考えすぎて考えすぎたために、うん、そいつの方の気持ちになっちゃって、うん、今喋っちゃったね、そいつになって、うんうん、配信者の気持ちになって。だからそ、うん、そいつは今 <laughs>、<今 S 1> 怖いものはないけど、海外ライフって何なんと思ってるらしいよ。めっちゃ、めっちゃ。 めっちゃ変なやつやん、そういう。それだけが、それだけがもう、それだけが、すごいよね、そいつ。でも俺、すごいな。うん、だって、心霊スポット、全然怖くないのに、海外ライフ、なんだろうってずっと考えちゃってるってそ。それだけは気になってる。それだけ気になるんでしょ、うん、幽霊の存在ってなんだろうって、の方が気になると思うけどな、俺。 うん、幽霊って本当にいるのかいないのか,かそれはもともと疑問やけど、うん、その「開会ライフ」っていうのが1月19日に19時にスタートするから、うん、そのことにだから、まあ、いろんな世の中疑問はあるよあるけど、うん、その「開会ライフ」ってものがスタートするからそれって何なんだろうってことは今そっちのが気になるの ?1 月19日そう 1>, 1月19日に本当に開会ライフってスタートすんのいや、それは多分俺しないんちゃうかなしないんかななんでしないんするなんでしない怖くなってなん。心霊スポット怖くないはずの <laughs> <laughs> YouTuber が1月19日に配信が怖くなるう,、ね、うん。なんか多分 視聴者からのクレームが怖あ、まあね。うん、実際は幽霊より人の方が怖いからね、うんうん。よく言われてるやん。あ、でも、人の方が怖いから。でも、これでほんまにスタートさせなかったら、<ん>もっといっぱい怒る人いる。あ、じゃあ、じゃあ、た多分そいつスタートさせるわ。あ、させるね。 させなないみん怒るよスタートせんかった。スタートせえへんのかいってなんで。めっちゃ怒る。だからそいつスタートさせるんで。スタートしないかね。俺が、俺が公開ボタン押していいし。俺が公開ボタン押していい。お前が押すのそいつの。表示して。ああ、表示。ログインして。お前そんな力あんのまあ、なんか。 ハックすればできると思うハッキングする技術あるのあ、そうなのあの、普通の国の機密機関にもハッキングできるのすごいね。俺、そういうのは本当に、そんなふうにせばっか生きてきた。警視庁の犯罪ファイル。あ、できる。あの、すごいいろんなことやってるから俺。NASA は NASA。NASA の。 そういうことばっかりやってるから。すげえやん。本当にすごいね。うんハッカー。天才ハッカーって言われてるから。うんうん、それ誰に言われてんのそれはそ,そいつに。<laughs> <笑><笑> <laughs> 一人しかいない。そ一人しかいない。天才ハッカー。<laughs> <laughs> <laughs> それでそいつそいつ,そいつとお前ってどんな関係やねんねそれがわからんよ <laughs> そいつとお前ってどういう関係なのでも知ら,知らないんだ知らないよね、うん、でも憑依お前が憑依するんだったっけそいつにえっとお前が憑依するって言ったもんねそっきね さっきは。忘れとるさっきはそう言ったけど、でも、その前は、その前は、そいつがひょしてきて、俺が気になってるってなってたそうやね。そうやね。うさっきは。ひょうい、合戦してるやん。そうや。すでに。ひょ合戦して、今どっちな、どっちがどっちかもわかんなかった。それもそれが、ほんとに。マジで。うん。それが、うん。マジで怖いよ。 うん。だから開会ライフってなん、あ、表紙合戦してるから、その開会ライフのユーチューバーもうたまに開会ライフってなんだろうと思っちゃうし、うん、お前自身も開会ライフってなんだろうと思っちゃう。うん、あそうね。お互いが<あ>お互いがお互い開会ライフってなんだろうと思っちゃうようになってんね。うん、そそうだ,ねだから本当に。 今、今同じ次元にいるけど、そのパラレル的な感じで、うん、俺とそいつが、なんか、入れ替わったり、<あ>なったりしてるのかな、うん、うん、なってるんじゃない、うん、あ、俺、あと、海外ライフに期待してることあんねんな。うん。多分ね、他の YouTube はやってないと思うんだけど、うんうん、他の YouTube は、心霊スポットとか、パワースポットとか、うん、いろんなとこ巡るでしょ。うん。 誰もパラレルワールドにあ<ー>あ行ってる人いないんだよ。あ確かにだから「海外ライフ」のロケで<ー>パラレルワールドに行こうっていうロケして、うんうん、実際本当に行けそうな検証をね、うん、したら面白いんじゃないでもそれなんか行ってくる、はい、行ってくるって言ったまま今度配信、うん、そう止まる可能性ある。うん から更新されない可能性ある。更新されないかそれじゃもう行ったんだなって。それは成功だったな。そう。むしろ、お前と YouTuber が表位できるんだったら、どっちかが、ほら、パラレルワールド行った時に、ああ、そっか。更新できるかもしれない。あそっか。その世界から。そいつが行って、俺がアップしてば今な。そうそうそう。うん。うん。なるほど。パラレルワールドにしかいない。 しかも俺天才ハッカーやから、向こうパラレルの。いける、いける。もうハックできるから。うね。うん、そう、ぜひね、そうだ、あれやろう。あ、俺も、その、YouTuber に伝えといて、ゲスト出演したい,いや。それはなんか、多分ノーって言われると思う。ゲスト出演したい。パラレルワールド検証の会あの、<や>提案2つあるんだけど。いや、じゃ向こうのパラレル側から。 お前がノーって言ってくれても。おいパラレルワールド、誰が管理してんの、それ。誰がパラレルワールド、それ管理、管理者いんのかなパラレル側、いやろな。パラレルワールド管理者。行って、俺、荒らしまくるから、じゃあ。パラレルワールド行って。パラレルワールド検証行こうよ。行こうよって。行こうよって、言ってたよって伝えといてよ。 うん、わかった。うん、まあじゃあちょっとね、うん、またそっからまあ、最後に、ちょっと一言言わせてほしい。最後に一言言っていい、うんうんうん、ああ、いいよ。うん。哀愧、うん、ライフって何なんて、うん、そんなんどうだってええやん。